ということで、これはかなり難しいチャレンジになりそうです。神業ということで、1球でも入ったらすごいことです。もし2球入ったら2点ということになります。かなり距離もありますので難しいかもしれませんが、選手目線ですと、この難易度は大島選手はいかがですか？いや無理です。はっきりはっきり、もし成功をするとしたら何かアドバイスはありますか？してきたと思うんで、それを信じて頑張ってくれればできると思います。頑張ってください。という大島選手からのメッセージもありましたが、皆さんお分かりかと思いますけれども、その出場していただく選手の皆様をご紹介します。では当チームより両輝選手、山本拓海選手、野手からは後藤俊太選手、では出場する選手に意気込みを伺っていきましょう。ではまず根尾さん、バスケットボールのゴールまで60メートルあります。この距離感いかがでしょう？いや、まだ分かんないです。はい、自信のほどは、はい、思い切って呼吸だけください。はい、では続いて山本さん、はい、どうですかこの距離は？思ったより遠いですね。はい、自信はありますか？自信はないです。自信はないと投手陣のお二人が言っていますが、では本職外野手、遠投は一番得意である外野手のお二人、いかがでしょう？後藤さん、この距離はいかがですか？確かに普段のバックホームよりは上に投げないといけませんからね。そうですね。難しいですね。わかります。では、副キャプテン、高橋さん。期待しないでください。みんな期待しないでくださいと言っていましたけど、1球でも入ればすごいことですので、ぜひ1人5球ずつでチャレンジしていきます。でこちらのルールはですね、先ほどは東部チームから始めましたので、この対決は野手チームからお願いします。ただ1人5球というのはハードルが高いと思いますので、順番としては野手チームの1人、東部チームの1人、野手チーム、東部チームという順番でいきたいと思いますので、後藤さんからいきましょうか。後藤選手からいって予選練習はなしですかということですが、じゃあ1球練習してもいいですかね？1球ずつだけ練習。では本番に入る前にまたコースターでいただきましょう。はい、練習ということで、では後藤さんお願いします。投げました。どうでしょうか、まっすぐ行きましたが、寂しい。多分、ここの技術は
これもいい形で深く飛び上げていますが、ちょっと足りなかったでしょうか。あと10メートルぐらい伸びていればというところでした。さあ1投目、岡林選手です。3機の練習の方が良かったかもしれません。今投げた瞬間にやばいと言いました。では根尾選手お願いします。
じゃあマウンドの後ろからどうでしょう、距離にして30メートルぐらいになりましたかね。さあこれラストのチャレンジですよ。もう練習はなしでいきましょうか。さあ、後藤選手後ろから投げました。ちょっとミスがありました。では後藤選手最後のチャレンジです。投げました。ありがとうございます。
お疲れ様でした。